こんにちは、あわです。今回の動画では使い物にならないノート PC にメモリーを増設します。現状では Windows 11が起動するだけでほぼ何もできません。使い物にならない最大の理由は実装ラムの少なさですね。 CPU 的には用途は限られているので、ウィザードリー外伝5つの試練が遊べる状態が目標です。5つの試練は動作はするものの、一つ一つの挙動に数秒から数分かかります。メモリー増設でスワップ回避が狙いです。まずカバーを外します。裏面のネジをすべて外したら、次は光学ドライブを外します。トレイにマイナスドライバーや爪を引っ掛けて引き抜くだけです。ドライブを外したらカバーを外していきますが、これが結構大変。本体の右奥側からマイナスドライバーなどでこじってカバーの爪を外します。かなりの数の爪ががっちり噛み合っていますが、右上から順に外せます。裏面カバーを外すとこんな感じ。メモリーに触れる前に静電気除去を行いましょう。メモリーソケットは PC の右側にあります。このノート PC は初期で 4GB のメモリーが搭載されています。メモリーをソケットに斜めに差し込み、カチッと音が鳴るまで押し込んで増設完了。今回はここに 16GB のメモリーを増設したので 20GB になります。増設を終えたら裏面カバーを戻していきます。カバーの隅を押さえていくと爪が噛み合わさる音が聞こえます。すべての爪をきっちりと噛み合わせてカバーの取り付け完了です。カバーをネジ止めして作業完了。起動してみます。起動後、増設メモリーが認識していることを確認。Windows の起動に数分かかっていたものが1分程度に短縮。お目当てのウィザードリー外伝5つの試練の起動も数分かかっていたものが数秒に短縮。そしてメニューから項目を選択して画面遷移するまで十数秒かかっていたものが普通に遷移するようになりました。メモリー増設前はメモリー不足でずっとスワップ頼りで動いていたことがよくわかりますね。実用的な PC ではありませんが、5つの試練で遊ぶには十分な状態になりました。普段の配信で使用している PC は別にありますが、5つの試練の制作中シナリオのテストプレイ用に活用しようと思います。普段は模型の工作や旅行の動画をメインに投稿していますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。